ここは千葉県印西市。ここの木造の住宅に住んでいた人が家を焼かれ命まで奪われました。犯人は少年少女であり、犯行の残虐さ、後先を全く考えていない稚拙さなどが恐怖を倍増させる事件です。それではどうぞ。2018年2月17日夕方、印西市龍福寺で木造平屋建て住宅が全焼し、焼け跡から遺体が見つかった。見つかった遺体は司法解剖の結果、50から60代女性、喉にすすが付着しており、火がつけられた際には生きていたとみられる。この家に一人で住んでいた海老原よし子さん、当時55歳と見て警察は身元確認を急いだ。火災現場近くに住む60代女性は、火災があった17日午前11時ぐらいに住宅の庭に軽ワゴン車が止まっていた。中には若い女性と男性が寝ていて普通じゃない雰囲気だったと証言。火災についても、普通の火災じゃないと思った、ガソリンをまいて火をつけたような真っ黒な煙が上がっていたと振り返った。屋根などが焼け崩れた住宅は翌日も捜査員が現場検証を行い、辺りは焼け焦げた匂いが漂った。焼け跡から見つかった遺体は予測通り海老原よし子さんということが判明した。近隣住民によると、海老原さんは足が悪かったという。以前海老原さんと同じ職場で働いていた60代の無職男性は、明るくて気持ちがいい人、2、3年前に足に怪我をしたみたいと言葉を失った。火災現場の住宅周辺では2週間ほど前から男女が乗った不審な車が目撃されていた。目撃証言を頼りに100人体制で捜査すると、知人に住宅に火をつけたという趣旨の話をしていた男がいるとの情報を得た。そして後日、静岡県富士市の道の駅に駐車中の車にいた4人を千葉県警の捜査員が確保。職業不詳、金崎大我20歳、他に中内淳也20歳と住所不定、菅野美久20歳、東京都の少女16歳を逮捕した。4人は事件前から海老原さん宅に出入りし、事件当日も4人と思われる男女が目撃されていた。4人のうち1人、菅野は以前から海老原さんと面識があったとみられる。主犯格金崎大我の自宅は現場から4キロほど離れた場所。同居する祖父は家にはあまり帰っていない。何人かのグループで遊びに行っていたようだ。両親も厳しく育てていた。気が弱く人についていく子だった。昨年夏頃からはほとんど自宅に帰らなくなった。だから今度の事件も身内の我々もほとんど何も聞かされていないとつぶやいた。菅野美久は千葉の高校を中退後、アルバイト先で出会った金崎と交際を始め、両親との喧嘩で家出をしている。昨年には金崎がアルバイトで茨城へ出向いた後を追って一緒に住むようになったという。その後、働いていたアルバイト先で海老原さんと知り合い、時折海老原さんの家へ泊まりに行くようになった。中内淳也は中学生時代から野球に打ち込み、甲子園を目指していた。夜中に毎晩庭に出て素振りをするほどだったという。卒業後も茨城の私立高校へ進学して野球部に入って寮生活をしていた。勉強は普通で、部では主将まで務めていたが、家の事情で大学への進学は諦めた。それから道を外してしまったようで、中退して悪友とつるんで遊び歩くようになった。久々に中内を見た人は、丸坊主だったのが金髪になってすっかりヤンキーっぽくなってびっくりしたとのこと。一緒に捕まった16歳の女性はバイト先で引っ掛けたとかで連れ回していた子だという。2月に入ってからは、菅野がアルバイトをしたことがある印西市内の建設関係会社の社長から逮捕された際に使用していた軽ワゴン車を借り、金崎や菅野ら4人の共同生活が始まった。菅野は
友人などにご飯を食べていない、お金を貸してもらえないかなどと連絡をしており、かなりの金欠状態にあった。車を借りた建設会社を訪れ借金を頼み込んだが断られている。そして事件発生の2週間前ぐらいから4人が海老原さん宅に頻繁に出入りするところを近隣住民が目撃していた。海老原さんは前述の通り足が不自由なために障害者年金を受給し、不足分は生活保護を受けて補っていた。事件前、4人について海老原さんは居場所がない人たちだから仕方がないと守るようなことを言っていた。それがまさかこんなことになるとは思いもしなかったであろう。行為があだとなって起きた事件だった。若者集団が起こした残虐な犯罪ということもあって裁判員裁判は注目を集めた。海老原淑子さんの命を奪った男女3人の裁判員裁判の判決公判が千葉地裁で開かれた。公判では火を放ったとされる中内が間違いないと起訴内容を認めた一方、金崎と菅野は共謀していないなどと無罪を主張。否認の2人については共謀や命まで奪う気があったのかが争点となっていた。なぜ命まで奪ったのかを問われると、菅野らは金銭トラブルおよび金崎のカップ麺を海老原さんが無断で食べたとしてカッとなり海老原さんを暴行。その後海老原さんからやってみろと言われた菅野は分かったと言い、海老原さんの家にあった灯油を室内に撒き、ライターで火を放ち海老原さんの命を奪った。判決で裁判長は暴行の過程で振りまいた高アルコール度数の酒以上に可燃性が高い灯油を金崎と中内がポンプで吸い出した点などから犯行の意思を通じ合ったと認定。菅野についてもポンプの使い方を拒むことなく説明した経緯を挙げ、3人の間に共謀が認められると結論付けた。裁判長は犯行対応は無慈悲にして残忍非道としてリーダー格の金崎大我に求刑通り懲役20年、中内純也に懲役18年、菅野美久に懲役16年をそれぞれ言い渡した。3人と共に行動していた当時16歳の少女は嫌疑不十分で不起訴処分にした。火災発生時海老原さんは生存していたことは裁判でも再度明らかになったが、足が不自由で逃げたくても逃げられず、死が迫る恐怖と苦しみは想像を絶する。またこの事件が起きた9日後にも茂原市の住宅で高齢女性が命と金を奪われる凶悪事件が発生。茂原の事件の犯人は17から18歳の少年3人だった。いずれの事件も若者たちが金銭をめぐり一人で自宅にいた女性の命を奪った。あまりに短絡的で後先など全く考えていないことはよくわかる。取り返しのつかないことをしてしまった金崎や菅野らは何を思うのか。被害者や遺族にとっては反省や償いはいくらあっても足りないことは理解しているであろうか。彼らが刑務所で立派に更生している姿など想像もできないし、したくもない。獣と何が違うのか。恐ろしい事件である。